トリノバンテス族トリノバンテス族は古代ローマのブリタンニア遠征以前を生きたケルト人の部族の一派。彼らの支配域はテムズ川川口の北部、現在のエセックス州とサフォーク州そして大ロンドンをまたぐ区域に当たった。部族の名称はケルト語の強調を表す前置詞、トライマイナスと新しいを表すノビオに屈強さや 活発さの意味合いを含み持たせ、全体で非常に強権な人々を意味する。彼らは伝説のアーサー王の王国ログレスの首都キャメロットでは、内科との説もあるカムロドゥノムに主婦を置いた。紀元前55から54年にガイウス・ユリウス・カイサルがブリタンニアに進出する以前、トリノバンテス族はブリタンニアで最も強大な勢力を誇る部族と考えられていた。その頃、 彼らの主婦は、現在のハートフォードシャー州にあたるブラフィングにあったと、推測される。他の文献には見受けられないが、ガイウス・ユリウス・カイサルの、ガリア戦記の中に、トリノバンティス族の王を、イムニュアンショスと称するとの記述がある。ガイウス・ユリウス・カイサルのブリタンニア第二次遠征の、前に、王、イムニュアンショスは、カトゥエラに族のカッシュウエラウヌスに敗れ、息子のマンドゥブラキウスはカイサルを頼って、 ガリアに逃げた。カエサルは第二次元生の成功を収めると、彼はマンドゥブラキウスを大いにつけ、カッシュベラウヌスに服従を誓わせることで部族の混乱を収集させたとある。次に、トリノバンテス族の存在を示すものに、貨幣学的証拠の中に見出されるアダダマース王がある。彼は、紀元前20から15年に君臨し、部族の主婦をカムロドゥムに戦とした。 紀元前10年頃の一時期、カトゥエラニ族のタスキオワヌスがカムロドゥヌムでコインを鋳造したことから、彼がトリノバンテス族を征服したものと推測されるが、想像されるにおそらくローマ帝国からの圧力があり、すぐに撤退したものと考えられている。これは、発掘されるコインを年次順に調査すると、タスキオワヌスが鋳造したコインから、レックス表示が外され、 アダダマース王の命が復活していることからも推測される。紀元前10年から5年頃、アダダマースは息子ダブノバローネッスに王位を譲った。しかし数年後、最終的にタスキオアヌスもしくはその息子、クノベリヌスに部族は征服され、部族の歴史記述は一旦途切れる。 三人の王マンドゥブラキウス・アダダマース・ダブノバローヌーの名は、それぞれ、ローマ帝国支配後の中世イギリスにおいて、ケルトの系統学や伝説の中に残っている。マンドゥブラキウスは、万デ伝の名で神と矛を交えた男として、アダダマースは、イードマーは、ブリテンの石杖を築いた一人として、ダブノバローヌーは、ディファンブル・モールマットとして、それぞれ描かれている。 トリノバンテス族の姿が再び歴史に垣間見えるのは、60、61年のブーリカの反乱に抗して、放棄するまで待たなければならない。そこで彼らは、現在のエセックス州チェルムスフォードに居住する、ローマ帝国に従属する、市民として記述されており、ワトリング街道の戦い以降については何も残されていない。彼らの名は、 モンマウスのジェフリーが変したブリテン王の歴史において示されたロンドンの古名トリノバントムに残っている。ただし、ジェフリー自身はトロイア戦争で敗れたトロイア人の子孫トロイのブルータスがグレートブリテン島を発見したという伝説に基づき、これをチョイノバントムと論じた。ありがとうございます。